Welcome to 京都、Welcome to 夢屋8番 TV。 本日は権成寺というところに来ております。深草の少々ですね。ゆかりのお寺で権成寺というそうです。ただいまは総道士のお寺になっておりまして、この小町に恋い焦がれて100夜かやったら添いましょうと、結婚しましょうと小町が言ったそうなんですが、99に来て息の中で息絶えたという説はあるそうです。一回考えてみたいと思います。深草です。夫人、これが墨染井っていうんですかね。訴訟のある方はですね、ここ通ったら家内訴訟に負けるそうです。なかなか奥まったところですが、こじんまりとしたお寺ですね。この小町が住んでたのは東山を越えた山科の随心院の辺だと思いますからね。今でも行くの大変です。
本日の散策はこれにて終了させていただきます。どうもありがとうございました。